玉野市の玉野興南高校で文化祭が行われました。新型コロナの影響で去年、おととしと中止、縮小が続き、ようやく迎えた一般公開。3年生にとっては最初で最後のお披露目の機会となりました。的当てゲームに焼きそばやカレーなどの屋台でにぎわう校内、玉野市の玉野興南高校です。一般客が入っての開催は実に3年ぶりです。文化祭は新型コロナの影響でおととしは中止、去年は校内だけでの開催で、3年生にとって一般公開は最初で最後の経験です。楽しいです。初めて、もう一回やりたいです。来年も3年間やりたかった。僕ら修学旅行にも行けてないし、これまで我慢してきたんで、やっぱ最後の思い出作りにやっぱみんなちょっとテンション上がっちゃってますよ。卒業アルバム見た時でもやっぱりもう笑顔が溢れるような思い出になりそうです。一般客の中には生徒に食品を手渡す人の姿も。買いすぎてしまったとか、もらって使わないものを持ってきてもらって、北永瀬のコミュニティフリッジというところに寄付をしようという活動です。集まったのは家庭で消費しきれず食品ロスとなる可能性がある商品です。 SDGs に関心のある生徒が有志で企画したもので、集まった食品は岡山市の社団法人を通じて支援を必要とする家庭に提供されます。そして行列ができていたのが体育館です。体育科の3年生はコロナ禍でこれまで保護者に一度も演技を披露できませんでした。中学校に1回見て、その時にここでやりたいと思って入ってきたんで、やっぱり3年になってやっとできるんでとても嬉しいです。最後の大技しっかり決めてかっこいいとこ見せたいです。家族が仕事の休みを取って応援に来てくれたという中谷光成さん。毎日3時間練習してきた成果を初めて披露します。久しぶりにね、体操してるの見て本当に、お力も上がって本当に大変素晴らしいと思いました。息子ながらね、今までな歓声とか拍手とか少なかったんですけど、もうそれでみんな笑顔になってもう最高でした。今までできなかったことができた一日なんで、嬉しかったです。新型コロナが影を落とした高校生活、最初で最後の文化祭は生徒たちにとって忘れられない思い出となったようです。